この4人でまたこうロスに来れてるってことがまたいい年越えてね、なんかみんな子供みたいにはしゃぐんですよ。バカなことばっかりやってて。ずっと冗談に行って、それの延長で楽器持ったらシャキってなって、長い付き合いだって、そういうメリハリの面白さっていうのがすごくありますし、こういうとこ来るとやっぱりバンドの結束がさらに強まる。違うと、あ、でも周りももう痛いじゃないですか。うわすげえ。俺たちもこうあろうぜ。なんか大人になることも大事なんですけど、経験積んでやっぱ中学校ぐらいの脳みそのポテンシャルというか、すごい必要だなと思う。今回はみんなでスーパーでっかいスーパーマーケットに行って、その食材を買って、部屋にキッチンがついてるんで、自分でみんな料理して。これもいいですね。選べねえことになるんです。とりあえずロコに。違いがわからねえ。まとめてこのささみとかね、あの赤身とかまとめて売ってるから、それをこう凍らしとくのに、これとかその一個一個サランラップにこう一個一個来る前の晩に冷蔵庫に入れて解凍して、なのに朝寝てくるから日本に持って帰ろうが、すいません凍らしてるから。いや食べてたもんみたいな。ちょうど溶けた頃に作る。一回解散する前は割とそのロンドンに1ヶ月半とか滞在して、みんなで同じフラットに泊まって、同じリビングを使ってみんなでワイワイやりながら撮って、割とそっちの方が慣れてるパターンだったんで、再結成してからはあんまそのやり方をしてなかったんですよ。でやっぱりそのやり方が僕らはバンドっぽいと思ってるんで、やっぱ同じ釜の飯じゃないけど、生活をしながら同じものを感じて、同じタイム感で同じ曲をやるっていうのがやっぱすごく大事でしたね。もう思いっきり王道のあのファイヤー。この匂いがめちゃめちゃ好き。機械油だ。ヒーセバイク乗れば、まあ、オンとオフがはっきりしてないところもありますよね。そこまで頭よく賢く全部コントロールするのはつまんないでしょうし、この LA でやってるセッション曲に関してはあんまりむしろ話してないとこ多いかもしれない。まあ、例えば吉井和也が曲書いてきて提示しますって言ったものに対して、なんか僕らが自分たちなりのニュアンスをそこに入れていって、まあ、意外とその阿吽の呼吸で出来上がってる部分っていうのも結構あると思うんですよね。かしこまって話し合うより冗談言いながら、まあ、その曲をあと半分ギャグにして話し合ったりしてる方が、なんかこういろんなヒントがそこに溢れてくるというか、撮れましたっていう、なんか子供がさ初めてなんかね、いい演奏力録音してもらってこんなの撮れちゃったっていうのとほとんどなんか変わんない衝動みたいなのがありますもん。ちゃんと撮らなきゃいけないみたいな、ちょっと脅迫観念みたいなのがなくもないじゃない、ロックやっててもやっぱりどうしても。そういうのをちょっと外したところで3人で演奏をして楽しいなっていう。この二人兄弟なんですよ。俺兄弟いないから分かんないんだけど、ちっちゃい時からずっと一緒にいるでしょ。じゃあそのなんか独特のあうんの呼吸があって、そのバンドの中にそのあうんの呼吸があるのはやっぱすごい財産だな。すごいことですよね。一生懸命ついてきてるよね俺たち。菊池兄弟がやっぱ兄弟でよかったなと思う瞬間とか、彼らは揺るぎない血のつながりがあるし、その二人のグルーヴを持ってるバンドってなかなか貴重だから、やっぱ兄弟がいるバンドってレアですよ。まあ俺とヒーセもよく冗談で親戚のおじさんって僕呼んでるんですけど、ある意味血のつながり感じてるんで、まあ、実際にその生まれ育った町も近くだったんで、なんか妙な血のつながりみたいなのを感じるメンバーですね。ずっと昔から一緒にやってたメンバーとやってみたら、やっぱ楽器弾くのが好きなんだろうなと思ったり、バンドでやることがすごい好きなんだなと思い出したりとか、いっぱいあるから、そういう風に感じる瞬間が、なんかしかも海外に出てると本当に密着してるんで、メンバーに何がね、すごくそういう感じるかな。
けど、今ヒースと盛り上がったから菊池兄弟が菊池兄弟の話を菊池兄弟の話をしてこれ